懐中電灯。懐中電灯とは、商用電源のないところで用いるための携帯用、照明器具の一つである。アメリカ英語では、フラッシュライト、カメラのフラッシュは、エレクトロニックフラッシュが、本来の呼称。イギリス英語では、エレクトリックトーチ、直訳すれば、電気松明、また松明が、一般的でなくなった現代では、単に、トーチとも。懐中電灯は、反射鏡やレンズにより、光速を集中させ、少ないエネルギーで十分な照度が得られるようすることで、携帯が可能なサイズになった照明である。用途は夜間もしくは暗所においての光源であり、災害時などにも威力を発揮する。対象となるものを明るく照らし出すものと、ランタンのように周囲を明るく照らすために利用されるものがあり、以下に述べる光源の種類によって性質が異なる。従来は光源に豆電球を用いたものが多かったが、近年は消費電力が小さく素子の寿命も長い高輝度 LED を用いた製品も見かけるようになった。これらは光源が点であることから、特定の方向を明るく照らす用途に向く。一方で面的な光源である蛍光灯やエレクトロルミネセンスを利用したものは、周辺を明るく照らす用途に向く。多くは乾電池を電源としているが、非常用にと普段あまり顧みずに放置していると、液漏れや自然放電によって、いざという時に使用できない可能性がある。また、非常時には乾電池の入手が困難な場合もあるため、太陽電池や手動の発電機で内蔵した蓄電池を充電する機種もある。特殊用途として、天体観測で目が、電灯の明るさに慣れて、暗視に必要な視光素が失われることで暗い星が見えなくなるのを防ぐため、赤色光を発する天体観測用の補助照明がある。また、シュアファイアやストリームライトといったブランドでは、軍や警察向けの懐中電灯も発売しており、これらの製品は単に暗がりを照らすだけでなく、高い照度で敵を幻惑させる目的もある。これら軍、警察用を想定した製品は、頑強に作られており、鈍器、警棒の類として使用されるものも存在する。有名な懐中電灯のブランドとしては、マグライトが挙げられる。他にも、総合家電メーカーから多様な製品も発売されているほか、大小様々なメーカーからも発売されており、家電量販店やホームセンター、アウトドア用品店を、はじめ、安価なものは100円ショップやコンビニエンスストアでも販売されている。また、被災時に役立つようラジオ放送が受信できるものや、テレビ受像機が内蔵されているものもある。小型のものでは、防犯ブザーと一体化している製品も見られる。なお、2011年7月以降のテレビ放送の地上波デジタル化により、テレビ受像機及びラジオのテレビ音声受信の機能は使用できなくなった。1896年に最初の乾電池が発明され、それまでの液体を利用した電池に比べて持ち運びの安全性が増したことが懐中電灯開発の背景にある。1899年1月10日、アメリカンエレクトリカルノベルティ&マニファクチャリングカンパニー、現在のエナジャイザー。エバレティブランドの乾電池で知られるが、イギリスの発明家のデビッド・ミゼルから特許、US パテントナンバー617、592-1898年3月12日を取得した。ミゼルの発明品は、今日の懐中電灯であり、紙製の円筒の中に乾電池を収め、その終端に電球と真鍮製の反射板を収めたものだった。同社は開発した懐中電灯をニューヨーク市警に寄付し好意的な反応を得た。当初の懐中電灯はマンガン乾電池を使用していたが、安定した電力を供給することが難しく、電流を時々切って休ませないと稼働させ、続けることができなかった。しかも電球はエネルギー効率の悪い炭素製フィラメントを用いた電球だったため、短い間隔で電流を切って休ませなければならなかった。こうしたことから、初期の懐中電灯は、短い時間にパッと光を浴びせることしかできなかったため、フラッシュライトの名で呼ばれるようになった。発光素子、豆電球、高輝度、LED、蛍光灯、電源、乾電池、二次電池、発電機、スイッチ、反射鏡などから構成されている。構造が簡素なものでは頭部を回すことで点、消灯させている。これは、スイッチを別に設ける必要がなく、防水パッキンなどで、比較的簡単に防水構造を作れるからである。また、爆発性ガスの充満しているような現場で使うために、極めて気密性の高い構造にしているものもある、防爆型。その他、旅館などで見られる、常備灯のようにスイッチがなく、台座から取り外すと点灯するものがある。このタイプは、懐中電灯を支える部分が電池と電池の間の絶縁スペーサーも兼ねていて、壁から取り外すと電池が接続されて点灯する。家電量販店やホームセンターなどを広く流通しているもの。その他、懐中電灯の能力を正しく発揮するため、機種に適した電池を使用する必要がある。長期保管を前提とした常備灯などでは、マンガン乾電池、高光量を求めたものは、アルカリ乾電池での使用を想定して設計されたものが多い。ニカド電池やニッケル、水素充電池は電圧が低いため、アルカリ乾電池やマンガン乾電池の代わりに用いた場合は十分な光量が得られない場合がある。なお、エネループが普及して以降の新製品には、ニッケル、水素充電池に対応し、性能を十分に発揮できるものがある。かつて販売されていたオキシライド乾電池は電圧が高いため、短時間で電球のフィラメントを焼き切ってしまう危険性がある。注意書によると、実験ではフィラメントの高熱で豆電球が溶けた例ある。そのため、オキシライド乾電池の製造元である松下電機産業、現パナソニックでは、豆電球を使った機器に使用しないよう呼びかけている。電池の液漏れによる腐食を防ぐため、長期間使用しない場合は電池を外しておくことが望ましい。常備灯にあっては定期的な点検を心がけたい。なお、リチウム電池、一次電池を利用するタイプには、長期間放置しても大丈夫なタイプもある。強力な光を発する懐中電灯全般に言えることだが、注意書きにもあるように、人の顔をめがけて照射してはならない。白内障等、視覚障害の原因となるため、高出力タイプの中には連続点灯時間が規定されているものがある。これは連続使用による温度上昇で故障する可能性があるためである。電球を使うタイプでは、フィラメントが切れたり電球自体が破損し、短時間で使用不能となることがある。本来長寿命である LED を使うタイプでも、大電流で明るさを売りにした製品などは熱による劣化で、LED の寿命が著しく短くなる。また、光源以外に電源回路も熱によるダメージを負う場合がある。詳細は各製品の取扱説明を参照すること。防水型では、防水性能を維持するため、防水用のオーリングなどを手入れすることが重要である。定期的なオーリングへのシリコンオイルの塗布やオーリング自体の交換を必要とする通常の機械油ではリングが劣化、破損する場合があるので注意。2017年には正当な理由なく懐中電灯を隠して持ち歩く行為により軽犯罪法違反容疑で逮捕された事例がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。